全国食支援活動協力会の平野と申します本日は貴重な機会をいただきまして誠に感謝申し上げます私たちが行っているプロジェクトは民間企業からの支援を中間支援拠点である私どもは同時拠点そして団体に身近なハブ拠点を通じて食料を受け渡すそしてそれを受け取った子どもたちが大きく育っていく それを私たち大きな太いパイプとしてですねこの国47都道府県に張り巡らしたいと考えておりますで、こちらの活動を推進するためには各都道府県における合意が一層でございます今日本ではこちらの食糧支援プログラムというのは個人のやるべきことということで誰も着手着目されませんこちらを応援いただくためには皆様方のやはり先生方のお力がなくしてはですねこの道は作れないと私は思っております 多くの子どもたちに支援をつなげるためにどうぞあの皆様方のご支援をお願いしたいと思っておりますもし何かございましたら私どものホームページあるいは私のですね携帯アドレスにでもですねご連絡いただけますといつでもあの派生産地でですねこの地域の中のために、えー、資する活動に取り組みたいと思います共にこの国をお送たいと思っておりますどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございました おはようございます,います、えー、先生方あの、国会会期中の忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございました。 また全国食支援活動協力会の平野専務理事、今日はこちらにお運びいただきありがとうございます。また NPO 法人放牧の奥田代表理事、きょうも2回目になると思いますけれども、再び我々の勉強会にご参加いただいたことを感謝申し上げたいと思います。あの今日もオンラインでたくさんの先生方、聞いていただいておりますけれども、ぜひの今日お二方からのヒアリングでですね、生活困窮 世帯子育て世帯のですね現場の実情をあのしっかりと、えー、認識をしていただいて年末年始の活動に生かしていただきたいと思いますあの先週もあの同じく生活困窮子育て世帯にスポットライトを当てたヒアリングを行ったんですが早速成果が出てきていますあの先週 ともかく年越しが大変だというお話を伺いまして、まあ、政府に対してともかく今、まあ、10万円の給付についていろいろ言われてますけどもともかく年内に着弾着弾という言葉はあれですけども振り込まれることをしっかりやってほしいということを要請をしてまいりました先ほどあの報告を受けましたが9割の自治体が少なくとも5万円先行分の5万円は 年内に振り込めるということをあの表明しているところまでやってまいりました。今その名前をしっかり政府が公表しろということと、あとあのできればもう十万円一気通貫で年内行きたいという自治体に対してしっかりとあの支援をするようにということをま伝えたところであります。あの単にヒアリングするだけではなくてですね、しっかり成果に結びつけていく勉強会でありたいというふうに思っております。今日も両先生。 よろしくお願いいたします。はい、あのただいまご紹介預かりました、全国食支援活動協力会の平野と申します。本日はこのような高い席にお呼ばれい,いただきまして、誠にありがとうございます。はい、私からはあのそを通じた地域の支えを広げようということでのお話をさせていただきたいと思います。あの、配布させていただきました。資料の2ページ目をですね。ご覧になっていただきたいと思います。 私たちの団体は1986年からあの高齢者の配食だとか会食だったこの食支援団体でですね活動を推進させていただいておりますそのミッションは地域の中で食を通じて支え合おうというものでございますであの配布資料の3ページ目でございますあの私どもが関わったのは2016年に広がれ子ども食堂の,のは全国ツアーというものにですね 私はの副代表として就任いたしましてその後事務局として各地の団体を関わることができましたでその中であの本日は3部しか持ってこなかったんですけど広がれ子ども食堂の輪の全国ツアーからできましたあの子どもの居場所をどう広げればいいのかでこの際の子どもがですねあの発達障害の子どもからあの引きこもりの若者まであの未就学児だけじゃなくて多様な若者がいるんだ そして70代の親からしたら40代も子どもなんだということを多く学びましてそれならその中での支えはどういうことなのか少なくともその人たちが安全にいる場所があることそして食べることができるそんな支援を地域の団体と連携ができればということでガイドブックを3部作を作らさせてきましたで配布資料の,です、ね、あの20ページの4番目でございますで広がれ子ども食堂のは全国ツアーを終わった後にですに、ね、子どもの居場所作りを 各団体はとてても小ささいいボランティアの方が運営されていますこういう団体をです、ね、支えるためにはあのサポートセンターのモデルがいいんじゃないかなということであの内閣府が事務官庁である休眠預金事業を活用させていただきまして福島、大阪、西成そして北九州、那覇とあのかなりつらいところで活動している子どもの居場所づくり団体と連携してサポートセンターを立ち上げました。本来ははこちらではあの子ども食堂の あの研修事業だとかあの横のつながりづくりをメインで行うはずだったんですが何が起きたかというと昨年の2月のコロナですコロナが発生いたしまして多くの子ども食堂だとか居場所づくり団体に対してあの食料支援の声を求める声が出てきました沖縄の中のあの国際通りもすべてシャッターがおりましてそこで働いてた方々が困窮して社協や行政に行っても福祉基金の貸付基金まではですね すぐお金を貸してくれることなく食べられない人のニーズがどこにいったかということでございますそのような行為を子どもの居場所フードファンクフードファントリーいろんな団体に行ったんですねで私どもはそのサポートセンターを、えー、運営してたそのまとめてる関係でですね食料支援のニーズを多く聞きましたでそこで皆さんが方が動いたのは個人が自腹を切ってあの人々に対して食べるものを与えているでもこれは個人じゃ続かないだろう で中でですね、飲食店街がまたさらに弱き者を助けるということで、お弁当を作って配るだとか、中で行われていましたで。それがランチサポートということで、今現在展開されるモデルとなるんですが、この度私がお話しさせていただくのは、そんな地位の人たちが動いた、動いていることに対して先生方にですね、もしお力をいただいて、この活動をどうしたら継続的に行えるのかということのご提案をさせているかと思っている次第でございます。で、20分のですね5ページ目はですね、 少しあのこれアンケートを行いましたので、かいつまんでお話をさせていただきます。あの昨年5月および今年の9月に、ウェブおよびアンケート用紙調査を行いましたあの、子どもの居場所だとかを支えている団体、あるいは高齢者の職を行っている団体等にです、ね、配食サービスで、で子ども配食、会食、地域食堂、子ども食堂、フードパントリー等にです、ね、あのご回答いただきました。 であのこちらのデータでございます、えー、20分の6でございまして、やはりですね、捉えるべきその相手、子ども食堂だとか居場所作り団体の、これ、特性でございます、年間ですね予算規模があの大体7割から8割ぐらいの団体が、年間50万未満の団体なんですね。すると、事務局なんかいないんです、そもそもが、事務所なんか借りてないんです。で、なおかつですね、次のページでございまして、ちょっとやつぎばやで申し訳ございません。 であのこちらの、えー、7ページでございますで大事なのがですねあの私たちが見逃しちゃいけないのは今のその時勢としてですね子ども食堂というのは皆様方、あの2015とか何かはよく始まったと言われておりますそれがですねここコロナによってです、ね、4割フードパントルが4割増えたんです。つまりあの個人フードバンクですよね言い方は悪いけどこれが今実際に活動していて。 今まで子ども食堂の方たちは自分たちの借りている公民館で20名、30名と子どもたちを支援していたのがあの会場が使えなくなったということでお弁当を配るフードパントリーを行うということで対象者がですね2倍、3倍、4倍に膨れ上がったんですね。でここののののの方たたちががもうう割増えたといいデデーータタなんでですねでその次のデータでございまして でフードパントリーだとか子どもは宅食で見るならば8ページでございます。あの団体の方々は食をキーとする支援を行っています。で、皆さんに聞きました。どういう食品が欲しいんですかと言って伺ったらですね、まずは第一期的にお米と答えてるんですね。どの業界の方々、配食、子ども配食、フードパントリー。で、その次に答えてるのがですね、実は肉た魚なんですね。つまり、タンパク質を入手するというのはですね、 近隣の農家さんからもらうわけに向かずにお金を払わなくちゃいけないということなんですね。で、案外少なかったのがその2個先のです、ね、冷蔵、冷凍食品なんですね。<ー>で、これ、なぜ少なかったのかということとで、パントリーさんが買ったのはレトルト商品、調味料なんですけれど、それがです、ね、9ページでございます。蓋を受け止めたらなぜこの食料を受けられないんですか、使えないんですかって聞いたらですね、保管スペースがない、足りない。 そしてて冷冷蔵冷凍設備がないって答えてるんですねでこれは公民館で月平均まあ私どものデータだと1.5回は活動を行っている団体でございますすると公民館では一団体のものを置いておくスペースがない冷蔵冷凍庫がないという団体が多いますそうするとあげようという寄付をする人がいるけど受けられないっていうのが実態でございまして特に常温ではない冷蔵冷凍食品は受けることができないんですね。 これを受けるようになると冷蔵冷凍食品はタンパク質を含む多くの食品が子どもたちに行き渡るということとパントリーでも親御さんがすぐ電子レンジで加熱して食事が得られるというものがございますここの課題があるということとその横の情報が入らないということも皆さん挙げられておる次第でございますであの20分の10でございます先ほどの10万円の現金給付の話がございましたで団体に今必要なのはやはり現金がいるんじゃないかということでそこも聞いてみると 補助、委託、助成をいただいている団体が全体の5割でございます。4年前に私どもが厚生労働省にご協力いただきまして、あの全自治体、都道府県社協、市町村社協を調べた結果、その当時は子ども食堂には10%程度しか支援がなかったものが今は5割近くなっている。だけど、着目点は単年度なんだということなんです。で今、私どもの多くの地域の方々の声はです、ね、来年度、もう予算のメドがない。 でもコロナによって困っている人たちの食支援を今まで補助金、助成金を使って仕入れていた、あるいは保管していた場所代も払えなくなるというのが具体的にはもう上がってきております。そして私たちがそれで取り組み始めたのが20分の11で挙げられておりますミールゾンウィーズ・ロジシステムということを考えました。ここれははどういううういいとととかでででですすねね税金で全てをを賄うののなく民間企業の善意をです、ね 子ども居場所団体につなげることができないかということを取り組みになりましたでこれのきっかけがですねコロナによって賛同した民間のですね食料品会社が1億5000万分の食料支援を私どもに申し出ましただけどその企業のお話されるのはじゃあ全国3000、4000、5000という団体を配ってくれるんですかいやそれはできませんどこまで配ってくれるんですかいやあの全国10地域です 10地域20箇所が上限近く配ることができませんという話でございました。で、私が行ったのは、全国の団体に電話して、この10トン車数台分を受け止められませんかということのご連絡をしてですね、ようやく10地域あの20拠点をですね、1億5000万分の食料を受け取ることができて、サポートセンター、中田とか大阪、北九州も含むところに食料が分けられたんですね。この時のスキームが一括で全国の企業からのニーズを受けていって、 各都道府県ごとの団体にその食料をまとめて送ってもらう。で、このコストは企業に負担してもらって、なぜできるかというと、今までは個別支援で宅配便だとかですね、あの都道府県に個別で電話をしていって配っていた。でも、平野さんのところが一括で配ってくれるならば合理的だ、送料が安くなるし、10トンで配れるならば受けましょうということでですね、今、多くの団体の方々にご支援していただいております。こちらが20分の12の表でございます。 で今現在、ですね日本全国32か所、で実はですね今増えております今は37か所になりました。で今は大体1800団体、子ども食堂にですね食料が届くようになっております。この食料は買った食料じゃございません。民間企業からご寄付いただいた食料が届くようになっております。でさらには今、冷蔵、冷凍食品、それに精肉、鮮魚もですね届けるようにということで、企業の方にはその寄贈食品ということで、 例えば左側のエディでさせたものはこれは USMEF というアメリカの米国食に加工組合が日本の子どもたちがあの子どもたちが食べることが困っているのかということでですねご支援で牛肉だとか豚肉をいただいてそれをシェアしておりますそして20分の13ページがこちらが私どもの概要でございます寄贈主様が私たちにお電話をいただいてそれを全国の路地拠点 36箇所に配ります。そしてその拠点が地域の中のブランチに届けます。でそのブランチに子ども食堂、居場所作り団体が取りに来る。うん、これは子ども食堂だけじゃなくて結構です、地域の中で生活困窮、あるいは大学生の方々が困っているなら大学生にお分けする、あるいは若者、引きこもりの、あるいはあの少年院だとか刑務所を出た若者に対する職の連携も今始まろうとする次第でございます。でこちらをですね あの取り組んだおかげで、次の14ページと15ページなんですが、これ、大阪です、あの配送について民間の北部一番運送様がご協力いただきまして、このサポートセンター大阪は始めなかったんですね、食でつながる居場所づくり、社協母子生活支援施設、そして地域の子ども食堂、子どもの居場所づくり団体、プレーバックと組んでできたこのユニットで、ですね委員会を作りました。 でコロナで困っている方々を支援しようとすることで皆さん立ち上がりまして今は、ね、6700人の子どもに対して、えー、350トンの食品がです、ね、1年で配ることができましたで私たちも含めて多くの善意が積み重なるためにはこの連絡会ネットワークをどう形成するのかということとこれを持続的な水道の蛇口と同じようにです、ね、全国に張り巡らせてこの食支援のです、ね、パイプをそして必要ならばひねる場 水が出てくるがごとく食料が出てくる仕組みを作れば、今、フードロスが570トンと言われております、農産物を含めるとプラス200トンがですね、誰も解決されないで放置されてます、それをちゃんとこの水道管に流す人たち、多分先生方みたいな人流す人たちがいて、水道管をメンテナンスすることによって、多くの子どもたちにです、ね、税金じゃなくて、きちんと回る仕組みができるんですね。それれのインフラ整整備にですね、もし先生方がこれを整えてくださるならば、 これは多分世界的にもできていない事例だと思いますので、子どもから高齢者まで助け合う、その仕組み作りをです、ね、私も全力を持って推進したいと思っておりますので、どうぞ先生方に当たりましては、お力をいただけたらと思っている次第でございます。で最後に、ですねこれが今、イメージ図でございます。20分の19で入れている地図でございます。ここのハイルの点を潰すべきですね、動いておりますので、もし先生方が地元の,あの都道府県だとか、ですね団体の方々に、 この活動を推進しようじゃないかっていうのがありましたら私いつでも長谷さんじてですねご説明を差し上げてこの地域の子どもたちに資する活動でですねこの路地拠点というのを推進したいと思いますのでどうぞお力添えいただきたいと思います以上少し長くなりましたが私からの説明とさせていただきますご清聴感謝申し上げますありがとうございました えー、よろしくお願いいたします。あのご無沙汰しております奥田です。あの早速お話をもう始めたいと思います。居住の支援についての、えー、まあコロナ禍でさらにあの明らかになったことについてお話をしたいと思います。えー、あの皆さん、私あの実はホームレス支援の全国組織の代表でもあるんですが、えー、2002年にあの自民党の皆さんのお力もありまして、あのホームレス自立支援法ができました。でそれであのこの18年間でですね。 ホームレスの全体数は85%減少ということで、まあ、非常にあの法律の効果が出てる支援の効果が出てるということが言えます。ただですね ホームレスの数っていうのは現、まあ、すでにいるホームレスの人たちの人数とその年に新たにホームレスになった方々そしてそこからホームレスから自立した人を引いた数でありまして先ほどのグラフでいうとですね、この間があの、まあ、減少が非常にこう少なくなってきてるんですね。で まあ,ある意味ホームレスに新たになる人と自立する人がき拮抗しているような状態であるというふうに言えると思いますたださらに少しあの事情は複雑でありましてあの昨年ですね不安定な居住にある人たちの実態の調査というのを厚労省と一緒にやりましたインターネットを使いまして14万人の調査そのうち4万人を抽出しましてこの間ですね不安定な居住、まあ、家をなくしたことがあるというふうに ふうに答えた方々をの中身を調べました。するとですね、あの分かったことは、あのこの左側のオレンジの部分は何を指しているかというと。 家をなくした時にあなたどこに行きましたかっていう調査なんですねで一番多いの,のはのは実は知人や友人宅で30%を超えてますで2つ目が多かったのは4割近くがですね民間の営利部門でまあ、ネットカフェとかあるいはですね寮付きの就労ですね寮付きの会社に身を寄せましたとで家を失って路上に出た人っていうのは1.2%しかいないんですね ですので、まあ、何を言いたいかというと、今までですね、ホームレスの対策ということでなされてきた、まあ、福祉的な包摂、これはあのホームレス自立支援センターであるとか、シェルターであるとか、まあ、そこに身を寄せた人は10%程度、えー、路上に行った人は5%程度、これはあの車中も含めてですね、えー、しかし家を失った残りの8割近くの方々が、まあ、どこにいたかという話になりますと、実は、 友人宅とかあるるいいは民間の営利部門が引き受けてるということになるわけですでこの赤で囲ったところがこれまでの施策のベースになっている、まあ、不安定巨人の人たちのベースになってたところなんですが今後はですね家を失ってすぐさま,まあ非常に明らかな形で路上に出るっていう人たちではない実際住む家 まあ家はですね、実はすべての根底でありまして、家を失うというのは、まあ、あの生存権にも関わりますし、あらゆる社会的な手続きができなくなる、さらに家を失うと、ですね人との人間関係が結べなくなる、一見、友人宅で身を寄せてあの、まだまだ日本の社会は大丈夫だっていうふうに見えがちですけども、これは持ちません。 居候、えー、の状態で2ヶ月、3ヶ月続くとです、ね、友人ともども共倒れになるということになります、えー、あるいは会社の寮も非常にあの有効な手段なんですがやっぱ一定のところに長く住みませんし会社の寮は許諾ではないので居住権が発生しませんそうなると転々とするということになりましてこれは孤立孤独に直結する仕組みでもあります。でですののの今後の政策のフィールドとしては このインフォーマル部分あるいは民間の営利部分そして従来の福祉部門この総合的な施策がやはり必要だホームレス対策はもういらないということを言ってる申し上げてるわけではありませんホームレスになって実際路上にいる人行く人はまだまだあと4000人以上いるわけですからこれは大切なんですがしかし そのある意味、路上には出てないけど家を失ったという人たちにどう施策を打つかという居住問題は非常に大きな問題になります。えー、皆さんご存じの通りこの中でですね例えば住居確保給付金これは生活困窮者の制度ですが、えー、家賃が払えなくなった人に家賃の補助を出す。 えー、あのコロナの前年はですね、全国で4000人しか使ってなかったのが、コロナになって13万5000人が使った、34倍ですね。 その増えた相談内容で言いますと経済的困窮が一番増えているのは当然ですが住まいの不安定というのが2.2倍ホームレスの相談が1.6倍に増えている。 今後ですね、コロナの影響が経済にまだまだ残ると思いますが、住居の確保、居住の確保っていうのは非常に大きなポイントになります。これは生活困窮の窓口に来た人たちの相談の中身なんですが、これ世代ごと10 10あの、10代、20代、30代と世代ごとになってますが、コロナの前ではですね、この表は男性だけなんですが、住まいの相談っていうのはほとんどなかったんです。1時から4位までのところに住まいの相談って入ってないんですね。それが コロナ以降になりますと、第2位とか第3位に、ほとんどすべての年代で住まいが一番の問題になったと、一番じゃないんですけど、2位、3位なんですが、問題になったということです。女性の場合も同じですね、同じ傾向です。やはり2位、3位のところに住まいの不安定というのが現れるということですで。そこで、の私の方からのまあ提言というか、お願いを含めたお話ですが、まずですね、 あの今、国が国交省、厚労省、法務省の参照協議会という居住支援のための参照協議会をあの設置しています。であの、ここに私も呼ばれておりまして、民間団体も参加するようになりました。で、今,年今回のです、ね、骨太方針の2021において、この経済や、まあ、経済雇用の情勢の影響を特に受けやすい方へのセーフティネットということについて、まあ、一つは生活困窮者自治支援制度を使う。 もう一つがですね、空き家等を活用した住宅支援の強化等による住まいのセーフティネットの強化を進めると書いてくださって、非常に私はですね、心強い思いになりました。しかし、住宅問題というのが、単なる箱の問題だけではないので、雇用やですね、生活。 あるいは亡くなった後のあの死後事務、まあ、そういうものまで含めたトータルなものであるがゆえになかなかですね、じゃあ国交省で引き受けましょう、厚労省で引き受けましょうという縦割りでは無理な課題なんですね。実際、この骨太方針、どこが引き受けて、どこが実行されているのか、いまだに分からない状態です。えこれぜひですね、あの 横串を通すような形で、えー、実行していただけないかということを切に私はお願いしたいと思ってます。それから、えー、次の課題なんですが生活困窮者自立支援制度の今後の在り方なんですがこれはざくと言えば先ほど申し上げた通りですホームレス対策ということで中心を置かれてきたものがそのまま生活困窮者に引き継がれている。 えー、生活困窮者自治支援制度に引き継がれているですので生活困窮者の制度で、えー、行われている、えー、居住の支援は <laughs> 一時生活支援事業というのが中心になります、まあ、先ほどの住居確保給付金というのもありますけどもあれは基本的には失業した人を助けるという実は制度をとして生まれましたこれは第二のセフティネットという求職者支援制度の中から生まれたものなんですね でもう一つの,その居住に関する支援は、ホームレス対策として、一時生活支援事業というものが生まれました、これは、えー、自立しホームレス自立支援センターを中心とした、一時的に助けて、その後一般居住に移ってもらうということです。まあ、いずれにせよ言いたいのは、2002年に自民党の皆さんが本当にあの助けてくださったホームレス自立支援法、ここにおいて、ホームレスとは誰かと、これは外で寝てる人っていう規定になりました。 でその後2015年の生活困窮者自治支援法、これも私はあの審議会のメンバーでしたので、まあ、これを生み出した時きの過程をよく知ってますけども、この時にですね対象者のイメージが広がりまして、一定の居住を持たない生活困窮者、一番下のところですね、一定の居住を持たない生活困窮者というふうに改定されました。えー、広がったんででですすすねねこれはは諸諸外国並みです、えー、諸外国国並、ね、ホームレス という概念は外で寝ている人、屋根がない人という概念を超えて一定の居住がない不安定な居住の人をホームレスと呼んでいる国が多いんですねで。概念は広がったんですが、実態はホームレス、の軸の人たちを中心としてきた。今後これをですね居住支援という大きな枠に私はやっぱりあの広げなきゃならないホームレスを含む居住支援ですね。例えば今回 第2第3位に現れた住まいの不安定という相談内容を精査する必要がありますそもそも一時性が支援事業というホームレス対策のイメージから居住支援という大きな枠に広げなければならない特にその時のそのターゲットとしては外で寝てる人だけじゃなくてインフォーマルつまり友人の知人のところに身を寄せてる人たちあるいは えー、寮付き終了やネットカフェにいる人たちをどうターゲットに入れていくかという,う,うこの相談の体制づくりが必要です。あるいは居住支援がこれだけ深刻になっているのでこれは任意事業じゃなくて必須事業にすべきだ。さらに一時生活支援事業を改め居住支援事業としてはホームレス対策としての一時生活支援事業の枠組み住居確保給付金という家賃を支える枠組みさらに アパートに実際入るというマッチング生活の支援そして死後事務亡くなった後の処理そういうことも含めた地域の居住支援の事業この3つの事業をトータルとした居住支援事業というものが私は必要だろうと思っておりますもう一つの問題は生活保護におけるあの例の <laughs> 転居指導の問題ですこれは前回あのお話した時に <laughs> 触れておりますので繰り返しませんが今後ですね生活保護申請に 行かざるるを得ないい人は増えると思いますその時に今払っている家賃と生活保護の基準の家賃の差が出,出たとき、まあ、特に今払っている家賃が例えば5万円生活保護で出る家賃が3万円しか出ないこの差額がですね単身者の場合5000円複,複数の世帯の場合1万円を超えると転居の指導をするということが今通知で出ています。ここの転居指導相当大変ななとになる 一般的なケースワーカーさんは家の紹介や保証人の紹介はしません、えー、この転居指導するのかしないのか私は結論としてしない方がいいんじゃないかただですね今転居指導しなくてもじゃあ家賃の差額はどこから出すかというと生活扶助費から出しなさいになってるんですねそうすると憲法で保障された最低生活費を割り込んでる状態になってますこれは後々問題になりますですので就労指導等をきちっとしながらですね 一定期間この家賃の不足度に関しては国が起きなうということがやはり必要だと思いますさらに最後にですねこの支援付きの住宅ということで今あの住宅手当というお金の問題の議論もなされていると思いますがそれも非常に大事なんですが私はですね全国で800万戸も空き家がある中で 空き家の活用をやはり考えた方もそういう施策も必要なんじゃないかと思います。そこでちょっとご紹介申し上げたいのは、<laughs> 昨年コロナ禍で、私の,の法人、NPO 法人、放牧がですね、全国の方々にコロナの緊急支援ということで、クラウドファンディングをやりました。月月月かかららののヶ月間でなんと万人の方々から カンバーが届きまして、総額1億1500万円の資金ができました。この資金をもとにですね、全国10の都市、まあ札幌から始まって札幌仙台、えー、千葉、東京、埼玉、まあさまざまなところで。 10の支援団体にこの資金を投入しまして、支援付きの住宅、特にサブリースのモデルで支援付きの住宅を作っていただきました。えー、全国で172室の支援付きのアパートが生まれました。今ここれが稼働しておりますすそこでですね このコロナ緊急で家や仕事を失う人を1人にしないというまあ報告のクラウドファンディングの最後をあの実際実験的にやってみてこういう結果が出ましたということを報告して私のお話を終わらせています。あのこれは実はですね、このクラウドファンディングの後、今実証,これはまあ実証実験のような形でしたんですが、今年 えー、国の方が作ってくださった NPO 助成金を活用しての、えー、この調査事業を今させていただいてますあの NPO の助成事業ぜひ続けていただきたいこれとっても大事なあの活動に使えてますのでぜひよろしくお願いしたいと思いますさてそこで、えー、ポイントの1なんですがあの空き家が活用できるもう社会の資源として空き家をもう一回蘇らせる、えー、家族機能が低下して家族の支えがなくなってきてる時代の中で 民間団体が支援をつけた住宅モデルということで、えー、提供する3番目のポイントはサスティナブルソーシャルビジネスモデルとして、えー、サブリースで家賃を低めに借りまして最低限の生活保護のレベルで貸すというこの家賃の差額を、えー、団体の活動費に充てるというモデルですのであの頭 今回のクラウドファンディングみたいに頭のです、ね、立ち上げの費用さえ出ればあとは持続継続性が持てるビジネスモデルになっているということですえさらに目的と効果ですが困窮者の住まいの確保で支援団体がサブリースでオーナーになるのでオーナーさんは非常に安心できる、えー、それから、まあ、生活の支援がついてくるということで非常に生活も安定する、まあ、今後の社会のこの 空き家問題と困窮者問題同時に解決できる社会課題の解決につながる、えー、この運営のポイントなんですがこの借り上げの費用に関してはクラウドファンディングを活用しました見守りに関しては全国でパートナー団体が。 信頼がおける団体がたくさんありますので、そこと覚書を交わしてやると。ランニングコストはそのサブリースの再起でいけるということですえ。この覚書の中でどういう支援をしているかも全部あの契約上結んでますので、またご覧くださいえ。結果的にはですね、1億1579万8000が集まりまして、なんと全国から1万人以上の人がこれに参加し、平均の 募金の額はですね3万円程度の募金が全体の98%を占めるという非常に稀なものでしたえ住宅の確保数は172室利用者現在153名ということであの今すでにこれは9月の末の時点なんで2回手目に入っている団体もあります、えー、さあそこであのコスト面なんですが1億1 5 0 0万のうち住宅確保のために使ったのが8000万円 172室確保するということで何を初期費用としたかというと家財家 入るまでの空き家自体の約3ヶ月見込みましたけれども、家賃、それから人件3ヶ月分の人件費、さらに、えー、放牧の方から全国10団体にサポートのスタッフつけましたので、2名、これをやるとです、ね、1件46万5000円で借り上げて、このプログラムがスタートできる、まあ、約50万ですね。50万あれば 継続性が担保できるようなあ支援付きの住宅空き家活用の住宅ができるしかも1件の広さが18.89平米が平均でありましたのであの困窮者の世界でいうとだいたい7平米から9平米ぐらいが困窮者対策の 部屋のの広さににななりりまますすそれの約倍以上になりますということで十分これはですね施策に乗るようなあの試みではなかったかと考えています、えー、ここの後ろにどういう人が入ったかとか障害の有無とかうんぬんかけておきましたで最後にですね収益性なんですが、えー、札幌の団体さんは10室でまと、あ、つ7万5千円っていう収入になりますのでちょっとこれではスタッフは置けない。 ただ、えー、埼玉所沢のですねサマリオさんは18室をやるとーサブリス収益が25万7000円出ますので、十分1人、えー、常勤のスタッフを雇うことができました。えー、北九州の放牧、私のところですが、ここもですね25室稼働させて月27万5000円ということで、ここもスタッフを1名以上置くことができました。こ、まあ、こういういとで サブリスの再起でですね、国のお金を入れなくても十分ランニングで行けるっていうようなことが、まあ、見えてきておりますのでぜひ今後の居住支援全体を考えるときに空き家活用という既にある資源を活用していただきたいと思います。ここれまでで住住宅宅はは私有財財産をを、中心にやってきた、あるいい公公共財ということう営住宅を 行っていたこれはもうほとんどあの新しくはできてませんが、これから私大,大切なのは共有財という考え方、ひょっとするとこういうのが新しい商品事かもしれません、えー。これはですね、資源を構成員によって共同で管理、利用できるっていう、そういうふうな考え方です。まあ、オープンアクセスの財だということですね、こういうのをコモンズっていうふうによりますけどもこの、こういう空き家を活用して、えー えー、公にみんなで使っていく、みんなで管理していくっていう、決して国が直接管理するわけでもなく、えー、個人が管理するわけでもなく、やっていくっていう仕組みですねで。最後にこのオランダの事例を挙げておきましたので、ぜひ、そろそろ。オランダは社会住宅っていうのをやってまして、えー、なんとオランダの住宅の3分の1は、この社会住宅がカバーしているということであります私の話は以上です。 今日本当にまた具体的にですね、はい、あのこのフードロスで出てきているものを配りたい、パイプをつなぎたいだけだけど、それがうまくうまくしていないということ、あるいはあの住宅支援、骨太の方針に書いているけど、誰がやるのかわからないとか、もうかなり我々が具体的に即動いて解決しなきゃいけない問題、あの提起されたと思ってますので、あのしっかり行動していきたいと思います。まままたたししししっかりおお返事もいいいいと思いますすよろしくお願いしますはい 長代行ておます藤井元之と申します。今日はあの、そしてあの、国会の他の対応があったもので、少し完全に先生、お二人の先生のお話を聞かなかったこと、非常に残念でございます。資料を改めてまた勉強させていただきたいと思います。きょう平野専務理事、また奥田理事長、本当にありがとうございました。お忙しい中、年末の時期にですね、こちらに参画していただいて、本当に助かりました。えー 子どもの貧困が問題になっている今です、ね、まあ、子どもの食堂子どもたちの食べ物や、あるいは居場所を提供するか、非常に重要な取り組みというのは言わずもあるんです。えー、私は、このお二方の食べ物とですね、その居場所というのは、ですね、若干違うような話かもしれないけど、共通点っていくつもあるような気がする。んでです。す何かというと、いうう今お話があったようにですね、まあ 家族社会がだん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 壊れてきていることに原因があるのかもしれませんが、例えば居住の問題ですと、空き家というものがありながら、それが有効活用する手法がなかなか用意できない、あと食品についても食べ物があるんだけど、フードロスに、これだけフードロスが起こっているのそれを有効に活用すると。 そこをつなぐのはどうすればいいのかという話がお二方の問いかけだったと思っております。やはりこれに答えなきゃいけないのは政治村だと思っておりますし、また具体的には最終的には行政の方と,とも協力をしなければできないことかもしれません。えー、政府も孤独・コリスタント大臣をおきまして、ですね状況の改善にも本格的に取り組み始めたところでございます。えー お二方からいただいたお話、これ政府に共有をさせていただきましてですね、政策につなげる努力をしていきたいと思っています。本日は、貴重なお時間を頂戴しますどうもありがとうございました。ありがとうございました。